絶対技と嵐寺。あれ、なんか雰囲気変わったって言われますが、何も変わってはいませんことよ、奥さんトレビアン。変わりすぎだろ。全然写真と違うんですけど、顔が。でしょ。杉田智和、アジルスチャンネル。何げん、ライトニングロッドもレベル最大になってるからね。あ、何があったか一応聞いてもいいですか。うん、あのね、この装備がもらいました。ちょっと見た目のまああれですけど、うん、殺意高いですね。こいつ、これな、はぐれロンバックス、ロンバックスとか戦闘民族だったんじゃないのかなっていう。これ、ね、いや、もうなんかもうところどころかな、うん、これがこれだからね。いや、もうなんか絶対これが、うん、これがこれだからね。これが、まあ、最初これだったけど、そうですね、うん、うん、これがこれになって、でもこのイメージだよな。そうですね。これになってから、ね。いや、もうだって絶対に皇帝を殲滅してやろうとしてる人じゃないですか、これ戦いだよな。いや、やっぱ赤と黄色がちょっと殺意高いですね。バンシーの色だから。コンプレックスをこじらしてね。うん、ほら、最後はほら、味方みたいな面するから大丈夫だよ。まあ、うん。よし。というわけだ、コージ君。はい。ということで、まあ、平行世界の皇帝はすごい強そうだと思う。そう。ちゃんと倒しに行きましょうっていう話ですね。ね、ジェット&クランクコンビ復活と。これもう、この動画を始めて初めて本名で呼んだんじゃないかなっていう、ね。サルガッツを。リベトキとサルガスを救って。あとは、アルドリス。アルドリス。クオンタム探しの鍵はピエールだ。じゃあ、さっきこっちだな。そうですね。うん、じゃあ、けだまーゴー。なんかすごい思い入れが出てきたな、キャラクターたちに。うん、過去のシリーズをやるとさ、うんうん、だバイオと逆なんだよ。バイオは過去作をちゃんとやってって、あのビレッジだったから。ガジェット&クランクは、今作からちゃんとやったから。増えてない次元の歪みが。またひどくなってる。過去を掘ってってピエールをすぐ見つけられれば、まあ、自分で遊ぶかな。すぐ直せるよ。それとストーリーがね、キャラクターたちがなぜこうかっていうのが分かるっぽいんだよ。そう、なんとかするっす。お、朝日、久しぶりだな。しみるね。ここで速報。今日は特別なイベントでアルドリスが閉鎖されるよ。ピエール・ラフェールの廃棄処分さ。言ってるそばから穏やかじゃないです。言ってるそばからかよ。海賊ってめちゃくちゃだな、おい。はあ、海賊でまともならなんだ、あの豪快じゃぐらいか。他にも居場所を知ってる人はいるんじゃないですか。奴らはライバルだ。必ず倒す。行きましょう。久しぶりにあのキャラやったな。こんなんじゃなかったっけ。ドーナツ食べればいいのかな。お、ズーコン。よー、ズーコン。当てずっぽうじゃなくて正確に当てたい。おー、かっこいい。かっこいい。なんだろう、これ。あ、スナイパーだ。あー、好きな武器だ。あ、好きな武器だ、ほら。イン、テッテッテーと。なんだって。クレーバーじゃん、クレーバー。クレーバーじゃん。とんでもないの出ちまったな、これ。登場するのが遅すぎたな。まあ、あと買えないしね。買えない。うん、しょうがないね。いや、じゃあ食べましょうか。そうだね。レベルアップしたらアップグレードしに来るぞ。アップグレードしたから。本当だ。このように。あのバズーカことウォーモンガーもね。ただまだレベル2なんで。うん。うん、ピストル、チャーライ、ライトニングはライトニングストライクっていうね。ガンダムシードもびっくりよ。本当に。いましたね、ライトニングストライク。いい、ミスファンギャー、ボム、レスプリンクラーと。そうですね。まあ、とりあえずバズーカのレベル上げよう。バイバイ。はいはい、バイバイ。意識的に打ってみましょう。あれ見ろよ。
これはこんにちは。ちょっと早かった。あ、すごい。ライトニングストライクって動画好きやろ。縦があるとやっぱり弾いちゃう。いや、これがね、激強なのよ。盾が気になる？そんな時は、こういう軍、大門側をぶち込んでやれ。そんな、そんなでもねえな。なんだ、何やるのかな。ここの、あら、やっぱり。でもね、海外の、強豪エーペックスの選手のさ、ボムの投げ方見たんだけど、全然見てないのね。なんかパッと見て、軌道とかこうやって決める前にもう投げてんのよ。いや、もう頭に入ってる。そう、体感的にその距離を掴んでるから、すごい勢いでスモモンが吹っ飛んじゃってさ。いや、あれですね、こう狙ってる動作がないで投げてる。ないんだよ。接近戦もなんかおかしい動きしてて、あれ、相手のゲームだけドラゴンボールかなみたいな。あれ、ピエールだよ。洞窟を抜けてけば、あそこまで行けっかな。大会中だし、強豪と争うことはないだろうなんてスモモンたちが高くてたら、シード選手のおそらく世界屈指の強豪チームで当たっちゃって、燃やされてる。みんな強いはずなのにあんな一瞬でってなるのはおかしいんだよ。すごい目に合わされてる。いやいや、ああいうテンションのやつはね、大抵死なないようにできてるんだけど、もっとなんかこう綺麗なことを言ったり、子供のことを話し始めたり、来週結婚するとかいうやつに限ってこう、ね、大変な目に遭う。アメリアじゃないですか。そうだよ、大丈夫大丈夫。一応助けに行きましょうか。これ撃てないか。王子君、ここから撃てないか。ちょっと敵が出なかった。ちょっと視界が悪いぜ。ああ、近くに行く。王子君、どういうことか。至近距離でどうだ。ゴイ君、おい、ゴージ君、完全に吹っ飛んでいなくなっちまったぜ。ショッキングな爆発するんだよ。俺たちは海賊じゃねえかよ。あれ、最後のキャラソンじゃないかなと思ってんだけどな。あの、俺たちは海賊。いや、ほら、ね、キャプテンホークとしてというか、そのね、生産としてはっていう、寂しいもんだよ。あれ、なんで撮ったんですかって聞いたら、気が付いたらなんか歌えみたいになってて、って素材だけセリフで撮ったら歌に組み込まれてたから。そんなノリだったと思うけど。これで。ああ。ストライクが強い。バズるよ。バズるよね。レベルアップしたそうです。ねえ、クラク、全部片付いたら行こっか。ロンバックス探しに。もちろんっすよ。つまり気が変わったっすね。かな。これで抜け目なく取ってこ。リメンジョネーターはトラブルの元だって思ってたけど。リメンジョネーターが自燃ジョネイガー。リベットにもキットにも出会えなかったし。長芋だったんだ。意味があったんだよ。これこう粘り気がありそう。長芋美味しいからね。素揚げしてもうめえし、鍋入れてもうめえし。あら、よっと、あ、カニか。カニやった。カニやった、こうだ。ないか。これも。あ、カニだ。カニの音です。すごい。感電させる範囲が伸びてる。ライトニングのね。これがレベル5に上がったら、いいけど。
聞こえる。あ、もしかして。いろんな強化してるのは楽ですね。そうだね。せーの、はい。これ以上来ないでくれよ。チャージライフ、チャージライフ。相手も遠距離撃ってきた。うるさい早め。拷問側を喰らえ。王子くん。やっぱ。ああ。調子に乗りすぎたような。あれ。あ、こっからだ。いろんなもの使っていこう。そうですね。なるべくレベルを上げていきましょう。じゃあ来週。相性が悪いよ。相性が悪い。マグブレイド、中間狙いたい。あの、ふわこれさっき見た光景ね。これ以上来ないでくれよ。近づける
無理だ。あるんだろうけど、キャラの分結構個性だな。もうここには海賊いないよね。それは記号的観測っすね。デビルフィッシュだ。ドラえもんのファミコンで見た。侵入者か。正義の廃墟分を邪魔しようだって。全体的にみんな声は高音なんだ。さてと。ズーコン、おバッコン、いいとこにいたな。素晴らしい。バッコン、ありがとうな。お、まあ、買うよね。あ、もう行っちゃうか、マス。いやいや、まだいいかね。一個あるからな。パワーアップ。じゃ、マス、
か、ヘッドハンター。早くシャフト回して、どこに連れてくである。なるほどね、ちょっとこうスピーディーにやるである。どうやったらハイプに、しょうね。どういうこと？試練っすか？海賊ならば一度は通る道、アンシェントなしきたりである。スカルマウンテンに行って試練を突破すれば。カルマウンテン、いらっしゃい、お海賊様っすよ。これこれ、ちょうどあるじゃん。スナイパーの練習ができる。あれ高いですね。好きなジャンルの武器だから嬉しい。これ上に上がるの？違うの？ですけど、あんま出番ないです。うわ、悪い見た目になったな。全ての動きはなんだか遅く感じるぞ。これはどういうことだろう。だいぶ盛り上がってんな、あっち。なんだあれ。だいぶ盛り上がってんな、お前。スター、マルヒドッキリ、水泳大会みたいなやつ。騎馬戦の時に、なんであの右下でワイプで歌ってる人いるんだろう。ダメでしょ。そういう文化なんだろうな。この武器いいな。なんでもっと早く出てこなかったんだろう。スナイパーはね。楽しかったな。ヨグリ君、あとはこれだ。強いぞ。
としてるかもしれないっす。何？朝ひどいこと。これは？なんだ？海賊たちが愛嬌のある声でギャーって吹くから面白いね。そうなんです。あんまり面白くないんです。なんだこれ、悪い顔してんなお前。よしよし、マップオートマチックやり、これやり込み要素だ。うわーすげえ。集めろってか。これはすごい。テレポーターなんぞ。レポート。使えるな。返品はお断りざます。また来るざますよ。さて目的はと。お、すごい。すごいですね、これ。トレジャーハント。まあそういうことだよな。スカルマウンテン。クルソタムに合う。あ、ドクロがこれだ。これは？じゃない。あっち側に行くのは。ああ。海賊のお酒の原料ってスピートル？マジか。スピートルも逃げられたら大喜びですね。今そこ行くか。大丈夫か。スカルマウンテンは行くわけにいかねえのか。でもお前をお前の力借りなきゃいけない。頼むからさ、事故んないでよ。ブルーストまでできんの。あーやばい、やらかした。これってブレーキついてる。フランクは前にスピードル乗ったことあんだっけ。ミニモノ狂いで捕まってたことなら。なんでカニ。なんかここって変な感じ。海賊の試練へようこそ。あたいらに挑む命知らずは物よりな。
どういうこと？どういうこと？どういうこと？いざ試練。海賊の試練だってよ。海賊の試練場は、そうだね。テーマパークっすか？同じことは朝日で、朝日ちゃんと感性が同じだぞ。ん？何が始まるんです？どういうこと？海賊流ドッキリシャッフルのど自慢タイムだよ。こいつらよく見てかな。どのノリだよ。アタイラの歌を聞いてから正しい順番に海賊を撃って歌い返してみな。オッケー。海賊流のど自慢。海賊流のど自慢。行こう行こう。お次はおチビの番だ。私っすか。どこまで記憶できるかね。朝日は大丈夫だろう。憧れの海賊船長。はい。あ、ちゃんと朝食ってんだ。最高のハーモニーだよ。しみるね。そうそう、このノリだよ。だんだん難しくなってくるぞ。お茶から蜜つけて万歳。おたくが密集して会場が大変だ。悲しい話。いやいやいや、そんな来ると思わないんだよ。20万人とかね、昔の本家ね。2万人じゃねえか。グレイの3日間ぐらいの野外ライブが3日間で20何万って言ってたけど、コミケ1日で来ちゃった。すごいな。いきなり難しいな、これの2個目なんだ。ボックボックワン34ビームのデストロイヤーであり、怪談話とは切っても切れない。闇にうごめく黒い影、そして銀河にはびこる諸悪の根源、強敵が出てくるんだな。いいだろう。うわ、おっきい。これじゃないかな。あれ？あれ？これ？え？それってグラントール？ルーだった。物体っす。書いてあるよ、これ。言い忘れてたけど、二番目の試練は故障中だよ。あ。このまま続けてもいいし、ゴールデンボルトゲットするの手伝ってくんない？ました。そういうことだよな。ああ難しいわね。ああ難しいわね、これまた。ああこれあれだ。登っていくパターン。こっちだな。こっちだ。こっちだ。こっちこっち。すごいマップだな。なるってやつ。そうだね。前回は防空撃艦。サラマンダ。こっちもテーマパークっぽい。そうなんだよ。残らず配慮していく。
今のはプリズさんだ。おお、あれだね。はい、今は信号もう便利に向かうやん。火力上がってねえか。エルクローラーがアップデートされてるんです。よくよく。ちょっと強くなっちゃうな。ああ、これだこれだ。また閉じたりなんかしちゃって逆効果になったらどうしよう。あれと。ああ、もうダメダメ。うじうじしてる場合じゃない。オッケーオッケー。こんな感じで順調にいきましょう。いいですね。会話が。いや、とんでもなく上がってるぞ。よいしょ。これだこれだ。で、シュー。なんか分かってきたぞ。分かってきたような顔でいるけど、この先がやべえんじゃないかな。これよいしょ。あ、これあれ天井に行って止まないといけない。 OK。火力があるんですね。みんな前回3勝で、ね、これ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 を踏む。はいはいはい。バーチャ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 よし。前回は確かそれで。あれズーコンの金役じゃない。そんなことないか。さあどこだ。かわいい。次はマスターウィルスと決着をつけると。なるほど。ありがとうね。よいしょよいしょ。よいしょ。やりました。これも集めねえとな。ね。あと18個あるよ。全然集めたない。先行こう。
あ、リズムはじゃない、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。オッケー、これ入れない、向こう側にあるんだな。これどうなってんだこれ、あるんだけどな。そうですね。いけないか。じゃないかな。これね。試練を突破するってあるけど。どうなってんだ。船乗ってメインになったらまだね。そうだね。お見事。だが。ええ、あれ結構戻った、あれ調子乗ったな、これ結構戻るな、ナメプしてた。ナメプは良くないね、突然からか、これがいい。
転がってくるボムが強いのか。そうですね。装備もあそこ開いたな。そこにある。じゃあほら遠慮せずに受け取りな。あんたがたった一つの命を手に入れた商品だよ。あったぜ。悪かないね。またすごい顔になったぞ。これね。これはこれでまたちょっといかついな。海賊装備はまたこうなるんだ。まあね、親しみがあるのはこれだけど。生きてたの？あーじゃなくて。やったね。ピエールは嘘ついてなかったんだ。まずはこの先に何がいるか確かめるっす。何がいるんだ。さあドッキーラーゲン風にお祝いしてるんすかね。そうかな。全然嬉しくないよ。ラジット走るっす。ん、お、キャプテンどういうこと。なんでここに来たの。あ、お前か。あなたが危険で皇帝がディメンジョネーターか。知ってんの？自然薯なんて押してくれよ。盗聴したよ。マジか。最高だろ。危険なのは皇帝の方ってことさ。なるほど。そのヘルメットで使えるね。ヘルメットじゃない。我が輩の顔だ。顔の一部なのか。まさかロボのフリ？じゃあくれよって言うわけにいかないの。バラすなよ。お。オッケーオッケーオッケー。もらおう。この次元のクオークなの？あ、そういうことか。クオンタムだ。キャプテン、クオンタム。あれ、わかりやすいのが来たぞ。キャプテンの首。待て待て、我が輩だって。我が輩だ、クオンタム。ね、お前たち、アタイラのキャプテンになんてことするんだ。その愛嬌のある声してんだ。しょうがねえ、やるしかねえ。はい。お、これもしかして。まあ、そういうことよ。ハイポンから帰るんですか。マジか。おお。
話してたクォークってやつ何者？キャプテンクォーク、あんたのパラレルツインさん。でも話は終わってからにして。今なんて言った、あんたの体ファンみたいな感じ。ゃあスプリンクラーが謎の方向を打ってる。そっちにいた。船を発進させる。あれか、スプリンクラーが打ってた謎の位置は。すごい数来てたんだよ。シールドに邪魔されてんぞ。大砲強い。エフェクト強い。
あれを捕まえて捕まって暴れる。次はプランダービーム。これだこれだ。いつものやつ。いつもの止め方で止める。セーフ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 積んだ？セーフセーフ今度こそブースター最高何だとアラレちゃんなのやっぱりなぶつかってるいいよもんじゃねえかぶつけるぞなんか来たどういうこと？目の前なんだ。目の前です。ラチェット、急いで奴らのキャノンを壊す。簡単に言ってくれちゃって。次元の海賊くん。あ、そういうことか。いや、ヒーローだよ。って言ってもよく裏切るし、強敵には命乞いするし、手柄も横取り。ヒーローなの？どんだけヘマをやらかしたとしても、大事な時にいつもいるかな。諦めは悪いよね。次元が崩壊を始め、ああ、皇帝が力を持ち、我が輩は大ピンチ。絶好の転職チャンスだね。ほほ、まあ、こうだよね。そこか、ゴミめ。あららら。
く分かってんじゃないのよ。何すんのさ。うほ。ああ。なんてやつや。こんなプリザーエースみたいなの従えて出てきやがって。許さねえ。クオンタムのおかげで助かった。しじゃあ一旦この辺りで切り上げようと思います。戦いは激闘が続く。しかしこの時点でねクレーバーが来たのがね私嬉しいんで、それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。